体絶命のシークレットベース、イエーイ。はーい、皆様こんばんは、天木サリーです。天木サリー絶体絶命のシークレットベース第24回目がスタートしました。まあね、本当は先月私追放されてるんですが私の番組ということで私がいないと始まらない、戻ってきました、よろしくお願いします。そうですね、まあ、4月26日先週ちょうど1週間ちょうどじゃないごめんなさい、ちょうどでも何でもなかった、ちょっと前にあの私の誕生日だったので、今日はちょっと遅めの私の誕生日会ということで、皆さんいっぱい祝ってくださることを願ってます。コメントもありがとうございます。そしても何を隠しましょう今回のミーティングはですね、ゲストにあの杉田智和さんこと杉田智和さんが来ますはい、もうね、始まる前から皆さんコメント欄でこっちの方が緊張するとか、緊張しすぎて見てらんないとか言ってたんですけど、安心してください、もうスパイに一番必要なことはやっぱポーカーフェイスということで、もう誰が来ても全然動じることなく真顔で今日1時間進めていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、言ってもね、やっぱり私の中での杉田さんは本当に偉大でして、あの杉田さんがいなかったら私多分日本語も勉強してなかったと思うのでだってもう多言語声優アイドルと言われてるのもやっぱり杉田さんのおかげですのでね、今日はちょっとどのようなお話ができるのかとても楽しみにしております。さてさて、この番組は秘密結社のリーダーである私天木サリーが全国各地のエージェントたちと月1回1時間のミーティングを行う番組です。前半は誰でも見ることができますが、後半は S ランクエージェント限定のプライベートミーティングとなります。前半は YouTube でも同時配信中ということで、海外のエージェントたちもよろしくお願いします。こっちのね、横でコメントありがとうございます。 Thank you so much everybody! Bonjour! ありがとうございます。この番組のハッシュタグは漢字で例の番組です。 Twitter をやっている方はハッシュタグ例の番組で、実況よろしくお願いします。目指せ世界トレンド1位です、よろしくお願いします。それでは、まあ、縁も竹縄ではありますが、そろそろ始めていきたいと思います天木サリー絶体絶命のシークレットベース、今夜もミッションスタートです。この番組はギャラリーカフェヤシの木と S ランクエージェントの皆さんの提供でお送りします。改めまして天木サリーです。それでは早速ゲストの方に登場していただきましょう、どうぞこんばんは同人ゲームでエンディングで自己顕示欲をこじらせた制作者がよくこういうサングラスの絵を似顔絵で上げてたなっていうのを思い出しました。杉田です、よろしくお願いします。よろしくお願いしますすごい背景と同化してもはや顔しか見れないっていう事前に言われたんですよ、なんかスパイだかエージェントだかがテーマだから、はい、ちゃんとそれっぽい格好で来てくださいって、はい、うん、すいません、当の私がポリスなんでそうよね、はい、これテレ東の深夜番組じゃないよね、大丈夫ですね、はい、すいません、うん、いつもはあのもっとポリスメンらしくあの白い手袋なんですけど、うん、まあ、今日もなんせ手汗がすごいということで、うん、どうして通気性 100% ちょっと西部警察に寄ったんだね、はい、手袋で行きたいと思います、うん、いやもうどうしましょう、嬉しくて鼻の下が伸びちゃいます、人中短くしておきます、うん、どうしたのどうしたのはい、まあもうね、始まる前から皆さんコメントとかで、うん、もはやなんか共演ありましたっけとかって書かれてたんですが、はい、なんと、はい、ないんですないんだなこれがはい、そうなんですよ、なのにすごいとてもなんかいっぱい絡んでくださって私はとても嬉しいです。あ、でも事前にちゃんとその、はい、天木さんってこういう SNS とかで絡んで大丈夫な人って、はい、あの関係者に聞いたんですよ。あ、うん、そうなんですね、まあ、意外とまあ大丈夫じゃないかっていうので、いやもう大丈夫すぎますまあまあまあそしたら想像以上に面白かったんで、はい、
なんか勝手に絡んでますけど、近々アニメで共演するとかそういうのが一切ないんで、なんか申し訳ないなって思いながら、しまいには番組出ちゃったよ、どうすんだよこれ。すごい嬉しいです。でも、もう結構ちょっと過去に遡ると、うん、実は私がもう日本に来て一番最初にモブで行かせていただいたアニメでは初めて共演してるんですけど、うん、その時名前が違ったんですよ。ほうほうほう。なので私個人的の記憶の中だけでちょびっとだけ一日だけダイブっていうアニメなんですけど、そうなんです。その時に炎の二郎って役さんだったんですけど、うんうん、私が小学生 B のさあ次は炎の二郎ってなんて杉田さんのキャラクターを紹介するっていう小学生役で出演させていただいて、うんうん、嬉しいなって思った記憶が。じゃあ共演してるんだな。がっつりこうやってお話しさせていただくのは初めまして。そうだよ、うん、はい。なのでうん、はい、これ形式は初めましてでございます。あ、いやいや、こちらよろしくお願いします。天野、はい、さんは、はい、笑うとこの辺がクッて丸くなるのが可愛いと思います。あ、嬉しい。ちょっとどこですか、はい、この辺この辺がクイーンって丸くなるんですよ。あ、ここですか。 ありがとうございます、はい、チャームポイントにしていきます。はい、はい、あとはですね、杉田さんがキャスティング&プランニングを担当されていますプロジェクトコア。あ、自分の会社がね。はい、よく勘違いされるんだよ。俺が脚本書いてるわけじゃないんで、あれ藤沢さんって、藤沢先生が書いてるから。はい、メディア化、まあ、展開に関して、まあ、音響制作をサポートしちゃうんですけども、ね、生産ってどうやってオファーすればいいのかなみたいなね、うん、そういう小学生 の、何々職業体験みたいなことを普通に聞いてくるんですけども、はい、意外とみんな知らないん で、 あ、そうなんですね、ちゃんと間に音響制作会社っていうのを挟んで、うん、そうオファーをするんですよって言って、はい、でちゃんとこの作品だったらシリアスにも対応できる落音者さんがいいなっていうので、僕は鈴宮春日っていうのでお世話になったんで、うん、まずなんでこんな本当のこと喋ってるの。ありがとうございます。そうそう。それで、はい、なんかこう現場が男だらけだから、うん、ね、そういうディレクターをその菊田さんにして、ね、ちょっと意見の幅を広げようみたいになって、でキャストどうしましょうってなった時に、はい、藤沢先生の中にその声優さんっていうビジョンがあんまない、うん、知らないっていうから、うん、良い意味で、はい、だからちゃんと会う人をじゃあ候補上げましょうかって、うん、でうちの会社から出す候補として僕がよそのアニメの現場とかでガヤをすごい頑張っていた子とか、はい、そういう子が初めて代表作を得るってすごい夢があるなとか、だからこの人いかがでしょうかって中に会ったことがないけど、はい、ちょっとジャンルの違う人を呼びたかったの、はあ、うん、で私を呼んでくださったと。で調べたら、はい、このアイドルというそのカテゴリーの中から良くも悪くも出してもらえなさそうな人みたいな、ね、俺最初断れると思ってた、ね、オーディションすら出してもらえないのかなって、うん、でもそんなことなかったから、はい、うん、これは楽しみだなと思って、良い意味で違和感になってほしいっていう、うん、そしたらまあ原作の先生が、まあ、えらくこうなんかこう気に留まるものがあったんだろうね、はい、そう受けた役じゃなくてそのまあ実際に演じてもらった役で、はい、ぜひともっていう、作品に関わってもらうっていうことは受けた人の中から他の役を振ったりとか、そういうのが誠実な対応なんじゃないでしょうかって言ったら、まあ、その通りになったんで、はい、よかったなって、うん、ありがとうございます。いやいや、もう天木さんの実力です、これ。ああ、嬉しいです。僕が特別何か言ったとか一切ないんで、僕権限ないから、はい、ありがとうございます。ということで全然そうなんです、アイドルもやってますが声優のオーディションもいっぱい待ってます。よしよし、ダイレクト営業していこう、はい、ありがとうございます。はい、まあ、そんなね大リスペクトしています杉田さんが今日はゲストに来てくださっているんですが、ひいきはしません。今回はですね、はい、私の番組のルールに従っていただきたいと思います。もちろんそのルールとも言いますのも、はい、日本語は合ってるかな。時々そういうのが出ますよね。いやでも長所で長所。ありがとうございます。いいと、杉田さんにも、いろんなエージェントとしてのミッションに、チャレンジしていただきます。なのでまだ実はエージェントじゃないんですよ、候補生なんです。すごい形から入ってくださりありがとうございます。いやいや、まあまあ、ちゃんとね、はい、認められるようにね、はい、まだカッコ仮なので、うん、これからねいろんなミッション、まあ、1個ですね、いろんなではないです、1個のミッションをやっていただくんですが、うん、番組の最後までに私に絶対バレてはいけないというミッションなんです。もしバレてしまったら永久追放、一生この番組にも出れませんし、この番組内でお名前を挙げることもないですし、もう人生から抹消されるかもしれない。裏情報ですけど、はい、
え、前回、はい、天木さんが永久追放されたって。あ、そうなんですよ。でもなんかあの復活カードであ、私が見えてる感じです。判定大丈夫ですか。ちょっとそのガバガバでいいですか。はい、今週から厳しくやっていきましょう。なんかアカウントを取り直してなんかこう投稿するなんか迷惑な客みたいな、そんな、はい、先月は捨てアカでやってたかもしれないですけど。捨てアカとか専門用語言うんじゃない。やめなさい、やめなさい。はい、心の準備はいいですか。いいですもん。はい、じゃあ杉田さん、チャレンジをミッションを確認してください、はい、私に見えないように確認してください、はい、皆さんも目を塞いでください。で、目を塞いでもコメントはやめないでくださいね。ブラインドタッチでよろしくお願いします。どうでしょう、どうでしょう。ちょっと私2回連続勘違いしてるんですよね、ミッション。はい、これをやればいいんですね。はい、おー、リアクションも覚えました。はい、でも杉田さん一人にやらせることはできません、うん、ということで私ももちろん、はい、はい、先月同様チャレンジしていきたいと思います、うん、私のミッションはこちらです。こうしとこう、こうしとこう。おー、難しいぞ。もう無理かもしれない。はい、大丈夫です。はい、OK です。ということで、これ後ろ向きにやってるとなんかスイートホームの人みたいで面白いな。あ、楽しんでるの僕だ。はい、すいません。はい、では最後まで頑張ってください。よろしくお願いします。ではまあここからはね、いつも通りのミーティングということで、エージェントたちからのメールを紹介していきます。まず宇佐田さんからいただきました。ありがとうございます。はい、リーダーサリー、こんばんは。こんばんは。こんばんは。そして杉田さん、はじめまして。はい、はじめまして。そしてです、アニメジャパン、最感じが気に入ると、どうしたんだ、どうしたんだ突然。世界転生ステージでワールド大スターイベントに行くことができなかった杉田さんから、ワールド大スターに行ったお前たちは最高のキモオタだと言われてから早1ヶ月、はい、まさか秘密基地にお越しになられるとは感激です。杉田さんの大ファンだったリーダーザリーがその影響を受けて日本にやってきて、そして夢の通りに声優の道を歩き出しているという話はファンの間では知らない人がいないエピソードですが、杉田さんはそのことをご存知ですか？もしよかったらその話を聞いてどのように感じたのかとか教えていただけると幸いです。あー、え、存じ上げておりましたか、私が。うん、あの最初に情報を調べた時に、はいはい、インタビュー記事が出てきたの。うわ、そう、はい、それを読んで、はい、あ、なるほど、この作品が海の向こうで好きで、それで日本に来たなんて変わってんな。よし、この人だってなった。嬉しいですね。オーディションにぜひ推薦したいって言って。そうなんですよ。日本語もその某作品から学びまして。はい、大変。なるほどね。そうなんです。で、しかもあの私杉田さんのやってるラジオもあの聞いてたんですけど、当時本当日本語わからないまま聞いてたんですよ、うん、なのでなんか日本語わからないのになんで聞いてるのって言われるんですけど、よくなんか皆さんが洋楽聞くのと同じ、うん、あのテンションで、はいはい、何言ってるかわからないけど、はいはい、部屋に流してるみたいな感覚で聞いてたので、あれあれあれ、私の中ではあの杉田さんは本当に洋楽なんですよ。雰囲気で聞くやつね。そうね、そう、すごいあの学校行きながら歩きながらみたいな感じの。確かに、後で日本語の役を見て、はい、あ、こんな歌だったんだみたいな。いや、そうなんですよ、うん、はい、なのでそれでいっぱい聞かせていただきました、ね、はい、でもいっぱい本当にあのインタビューがあるたびにお名前を挙げさせていただいてるんですけど、うん、いやいや、これから先も挙げてもいいですか。何を言ってるんだ。嘘を言ってどないすんねん。もう金輪際名前挙げないでくれて。そんなバカな。それは良くない、良くない、良くないです。嬉しいです、はい、ありがとうございます。これからも使っていきたい、使っていく、うん、の名前を私たちがそういう意味じゃないですよ。はい、お名前、まあ、お借りします、まあ、ワールドダイスターの、ね、ことをね、無職転生のステージで言うっていうのはめちゃくちゃだよ本当に。いや、結構はしごしてイベント見に来てる人たちもいたから。あ、そう、そうなんですね。僕はあのイベントの時間が被ってたんでワールドダイスターのステージ見られなかったんで、そう、悔しい。みんな見てきたのか。よし、君ら立派な肝ただ、この俺のようになって。すごい嬉しいですね。よくわからない人心掌握術をそこで働かせるわけなんですよ。ありがとうございます、はい、まだまだお便りは届いているんです。どうぞ。次、シエルさんからありがとうございます。サリーちゃん、杉田さん、こんばんは。こんばんは。サリーちゃんは声優になるまでにアメリカから日本に行くのを家族に反対されたり、声優のオーディションだと思ったらアイドルのオーディションだったりといろいろありながら今声優としても活動していますが、杉田さんは声優になるまでに苦労したことや印象に残っていることはあったりしますか？はいはいはい、あのね、当時、はい、僕がその
声優って意識し始めたのって、まあ、小学生ぐらいだったけども、ね、エヴァンゲリオンってアニメがめちゃくちゃ当たって、はい、あのアニメ専門誌とか、はい、あとアニラジって言ってアニメのラジオの専門誌だけで3誌ぐらいあったのよ、うんうんはい、ですごいなんか情報がね声優さんも注目が集まって、うん、そう集めやすかったから結構ねなりたいって思ったらねその情報にこと書かなかったのよ。声優グランプリっていうのをすぐ本屋で売ってるし、はい、そうで親の意見としては大学にとにかく行ってほしいと、うん、自分が行けなかったから、はい、そうそうそう。でもまあだったら行きながらでもこの夢は追いかけられるなと思って、うん、先に結果から出しちゃおうと思って、うんうん、結果というのはあの雑誌に、はい、その特待生オーディションみたいなのがあって、はい、このツアーに参加して優秀者はなんかこう養成所の特待生になりますっていう、うん、これにそういうトライアルを最初に受けてこの時点でつまずくようだと才能がねえのかなと思ったから、うん、先に結果だけ出してお父さんお母さん僕はこれになりたいじゃなくてこれになるからって、うん、そしたら説得できるかなと思って、うん、で受賞してで親にこれになるって言ってとんかつ学校はって言われて学校も行くあ、うん、すごい。でもねちょっと両立が大変で、はい、日曜日予備校のテストだったとかね、授業なんだけど、はい、日曜日に千葉の松戸でレッスンがあるから、はい、そっちばっかり行ってたのよ、はい、そう。でそれじゃまずいと思って、はい、予備校ばっかり行ってたら今度は事務所に怒られるって、ね、お前は何をやってるんだって言われて何になりしに来たんだって言われて両立はでも難しいですよね。すいませんはい、あと事務所の入ってる松戸のビル下がゲーセンなんですけどついゲーセンしちゃうんですよねって言ってお前はなんてやつだってこのバカって言われて懐かしいな、まあ、でも私も両親に絶対大学は行ってくれっていうことで、うん、最初にそのしかも大学生のうちに声優になれなかったら戻ってくるっていう約束のもと、うんうん、そのタイムリミットが4年だったんですよ、うんうん、なので本当に大学もそうですしでその間に養成所も通って、うん、私もまず大学でそんな友達できなかったのでゲーセンに通い詰めておっとっとえ何遊んでたの当時のアーケードクレーンゲームだったんですばっかりだったんですけど新宿のとあるクレーンゲームさんは私が取りすぎてその台次回行った時にお一人様1個までやはり紙はやり手だねあれどこだどこだ台東かスポロンか西スポかってカニスポかいっぱい通い詰めてましたね。なるほどね、はい、私個人的にはもうちょっと一回お話したことはあるんですけど、うん、事務所も早く入りたくて、うん、早く入りたすぎて一回詐欺に遭いそうになった時があります。大変大変そうなんですよ。なかったですかそういうこと。ね僕の時はね、はい、どっちかっていうとその沖縄アクターズスクールさんとか、うん、あの辺が流行ってたから、はい、踊りとか歌とかのやつはなんかそういうのあったかな。それこそレッスン その費用だけを払わせ続けるみたいなそういうの走りだったと思 そうなんだ。まだ声優ではなかった、でもなぜか分かんないんですけど、うん、私もそのオーディション会場に行くってなったらその会場の目の前で止められて、はいはいはい、君素質あるよってまだなんか一言も発してないのに言われて、うん、当時の私はもう本当にポケット生きてたので、うん、なるほど素質あるなと思ってなるほどね、はい、うん、お話だけリアクションが一時アメリカナイズされてるのがいいんだろうそうなんです、うん、お話だけ聞いてたんですけ ど, なるほど、ね、なんかその一番最後に、うん、ただその100万円だけ払ってもらいますって、うんうんうんはい、上等区だね。そうなんです、うん、言われたんですけどそこでも私まだ詐欺とは気づいてないんですよ。ははは気づいてなくてなんですけど私ずっとフィギュアスケートを十数年やっていたんですけどほいほいフィギュアスケートの世界だとやっぱりお金がかかるのでお金が続かなくなった子はコーチに言うと、うん、いやただでもいいから続けてほしいって言われるんですよでその世界で生きてきたので100万円払わないと事務所に入れないのかと。だったらもっと私のことをただでもいいから入れてくれるって。そう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 。思う事務所がいいっていうなんか変なあれが動いてしまって。分かる分かる。結果から出すこう話に繋がるんだけど。いやそうなんですよ。期待されてる人ってお金を出すんじゃなくて、うん、むしろお金をかけられる立場になるんで。はい。そうなのでそこで私は全然詐欺だと思わずに、うん、ただ単に性格上詐欺を免れたっていう。おーよかったよかった、はい、話ね、でゲーセンでクレーンゲームでねこうそうなんです。帰りクレーンゲームで絶対ねゲーセンで合ってるぞ遭遇してる本当ですか、うん、新宿のゲーセンだろ、うん、はいそうです、うん、多分戦場の絆とか、はい、あの辺のポットからぬーって出てきていや中村くんのドムトロが強くてよへえ、でも
もしかしたら没頭しすぎて、うん、そう、でもクレーンゲームは俺おしゃれでイケてるコーナーだからそんなに近づかなかったのね。1階とか2階ですね。そうそうそう、僕は格ゲーとか、はい、どっちかっていうとあのアレな方にいたので、アレな方でも絶対遭遇してるぞ、うん、本当に。あ、でも私も上の方で、うん、やってました、メロディーのやつ。出たー、音ゲーだー音ゲーの人たちがこう、うんうんの人たち気持ち悪いよねみたいな、うるせえなと思いながら、こう、はい、闇の話をするんじゃないそういうことがありましたいいですか。ということで皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。来月もエージェントたちからのメールお待ちしております。あ、そのまま続けるんでしたここからはミッションを遂行していきます。最初のこのミッションはこちら、エージェントリサーチ、イエーイはい、エージェントたるもの、情報収集は基本中の基本。このミッションではリーダーの私天木が毎回調査テーマを設け、その情報をエージェントの皆さんに集めてもらいます。今月皆さんに調査してもらったテーマはこちらすごいな。え、俺とか打てんのこれ。もう一回行く、こちら。なんじゃこりゃ教えてドクターです。はい、まあ、5月になると5月病という言葉を耳にしますが、今回はいろんな現象を皆さん独自の〇〇病という表現にするとどうなるかを募集しました。いっぱいいろんな新しい病名が届いてました、ありがとうございます、はい、病名ねはい、はいはい、まずは逮捕2年前さんからいただきました、ありがとうございます、はい、天木殿、杉田殿、拙者はすぐに何かの影響を受ける病でござる。じゃあ忍者の影響もう受けてんじゃん大丈夫、忍者ウォリアーズとか好きなの筋トレのアニメを見てすぐ筋トレを始めたり、キャラクターが言っている呼び方が気に入れば拙者の友人に行ってみたりと何かの影響を受けやすいでござるちなみに拙者のござるは母上殿が言っている影響で、拙者は杉田殿も出演している境界線上のホライゾンにいるキャラクターの影響を受けているでござる。そこで天木殿、杉田殿は何かに影響を受けて未だに続いていることは何かあれでござるか、ぜひお聞きしたいでござる。はい、私ちなみにこ の, あのペンネームは私が考えたものですね。すごい贅沢贅沢あのござるござる言ってたので、ちょっとまあ逮捕歴あれだろうなと思ってどうしたんだよどうしたんだ、すごいなすごいな、自分の中 の, その情報の回転が追いつかない時があるよな、すごいよな、思い出して自分で笑っちゃう人ね、はい、僕もやるからそれ分かるよ、はい、ありがとうございます。影響されますか、影響さんは。影響受けやすいよ。あ、受けやすい、受けやすい。何かそれで始めたこととかは。始めたこと、はい、ね、口癖とかかな、何気なく使ってたのが、はい、こう許せねえとかね、クソやろみたいな、何気なく使うような この悪い言葉は 何の影響かなと思ったら母親だった、はい、あ、なるほど、うん、母親だった面白い。お母さんがスーパーヤオコーで、はい、クソやろって言ったら、ね、お母さんそういう汚い言葉だ、俺も言うわそれって思って、あ、まあでも僕の親だから、はい、まあ基本ちょっと危ない人なんだだってメディア NG 出してるもんだって、はい、よくラジオの仕込みで、はい、お母様からサプライズメッセージです、はい、それだけは絶対にやらないでくださいって言って、ね、そう、メディアに出したらやばい人だから、はい、そうなんですね、やばいやばいやばい、ダメです。でもあの私のお母さんもたまにちょっと口が悪くなる時があるんですけど、うん、でも反面教師って言ってて自分で、うん、絶対にこの言葉を使っちゃいけないよっていう学習をしてねっていう。なるほどね、はい、まだいいわ言われますね。でも私もそれこそアニメに影響されて筋トレしてます、うん、あれはね、はい、あれは癖になるよ。いや、癖になっちゃいます。そう、あのオープニングの間だけずっとブランクしてみようみたいな。うわー、そうですね、うん、そうそう、あと あの盾とか、あとバク転とかも、うん、アニメのキャラに影響されてやったりとかありますね。なのであの自分のベースがたまにブレブレすぎて、うん、人間としての どうしたんだ急にいろんなキャラクターのこれとこれとこれとこれの要素を取りすぎて、うん、じゃあなんかあなたの素を見せてくださいって言われたら、私の素ですかだけど、あの、某対策 RPG の5もいろんな技能を身につけて最後すっぴんって素顔に戻った時が一番強いから大丈夫。あ、そうなんですね。どんな例えだこれでその時が来るのをちょっとお待ちしたいと思います。ありがとうございます。ちなみになんですけど、あの海外のアメリカでビーバーフィーバーっていうのを知ってますか。いや、わからん。あのビーバーフィーバーっていうのは、うん、
ジャスティン・ビーバーさんの熱烈なファンの方のことなんですけど、ファンの総称ね。そうなんです、はい、そうするとなんかフィーバーが英語でその風邪っていう意味なんですけど、うん、ジャスティン・ビーバーさんのビーバーとフィーバーが韻を踏むってことで、うん、ジャスティンさんの大ファンはビーバーフィーバーって言うんですけど、はい、私は全然当時知らなくてそのこと、うんうん、ただよくそのクラスにいたくなくてちょっと具合悪いふりして保健室に行ってた時期があったんですよ。クラスにいたくなくて、あ、分かった分かった、うん、はい、よく保健室に逃げてた時があったんですけど、その時に毎回毎回お腹痛いとか頭痛いだと、もう、うん、なんかもう使いすぎてたんですね。なるほどね。新しい病名が必要ってことで隣の席の子たちがなんかもう私ビーバーフィーバーみたいな、先週のもう先週からずっとビーバーフィーバーみたいな感じで言ってて私はそういう病名があるんだと思って、なるほど、はい、保健室に行った時にどうしたの今度はって言われて、もう先週隣の席の子がビーバーフィーバーって言ってたので、もしかしたら私もそうなったかもしれないですって言ったら返されました。いや、それはもうそれはもうジャスティンへの風評被害になったなしよ。そうなんですよ。でもそこで初めて知って、なので皆さん丸々病っていうのはね、ちゃんと調べてから使わないと。そうよ、本当に、ね、もう釣りバカ西みたいにもう殺せる親戚いないよと、あれ同じ状態になるからね本当に。そうなんですよ、はい、安易に使ってダメですからね。ダメよ。ということでちょっと余談が入りましたけれども、はい、まだまだ届いているんです。マッキーキーさんからいただきました、はい、ありがとうございます。あ、こちらも私がつけた名前だった気がします、はい、なるほどリーダーサリー、レジェンドエージェント括弧予定の杉田さん、こんばんは。こんばんは。今月のテーマ、教えてドクターということで、僕が発見した病はトットコ病です。と言ってもひまわりの種が好きだったり、滑車を回すのが好きな子は全く滑車を回すのが好きな子は全く関係ありません、はいはい、時にお二方はアマゾン丸だったりゾゾタウン丸だったりと、通販はご利用されますか。通販を利用すると絶対についてくるのがダンボール、うん、特に大きめのものだと何かに使うかもと取っとくことありませんか。使い道がないのにとりあえずと取っておくのがとっとこ病です。ああ、取っておこう、ね、はい、対処法としては中身を取ったり、即畳んで紐でまとめておきましょう。仮に取っておくとしても2つ3つ大きめのを残すだけで十分です。とっとこ病ありますか。なんかついついとっとこ病、はい、もう頭の中ハムスターのキャラばっかりだよ本当に昔はい、そのとっとこアニメのキャラクター強さランキングを決めてる人がいて、うん、でティア1って言って、一応のティアのトップが、はい、ドンちゃんって犬だからって書いてあって、はい、そりゃそうだよな。確かに。そりゃハムスター犬にはかなわねえよなそりゃティア1だわって、はい、じゃなくて取っておくやつね、はい、でも段ボールって放置しすぎると虫が湧くよ。あ、言いますね。好物なの。あの、じいさんが来るって。そうそうそう、はい、はあ、大変だみたいになるやつかね。あ、そう、なので、あ、じゃあ結構綺麗好きではありますか。ね、捨てられなくて、ショッパーって買い物袋みたいなやつとか、うん、ありますね。あれも何かで使うだろうと思って取っといたけど、うん、なんかこうどっちゃりってことになって、うん、これどうしたらいいんだろうねそれでラジオのネタで、はい、やったぜ杉袋っていうネタを考えて、はい、なんかこう福袋みたいなのをこうこれで作ればいいやと思って、はい、そうやって再利用はするけど、そんないつもは作れないのよ。まあ、そうですね、うん、なので捨てるのが上手な人は、はい、本当なんか整理整頓ってやっぱ才能だなと思った。そうですね、うん、でも袋は私、うん、外で見たくない、読んでるってバレたくない本のカバーにしてます。ほうほうほう、はい、切り取って自分でブックカバー作ったりとかしてるのでおすすめ、うんしますね。あと、ちなみに私中学校の時の教科書とか未だに取っといてます。ほうほうほう、なんか勉強するんじゃないかな。いやいやいや、たまに見ると面白い社会科資料集とか面白いよそうなんですよ、うん、なので全然とっとこ病にはなってしまってますね。みんな歴史上の偉人、みんななんかガンタンクみたいなの書いたりしなかった周りにこう。ありました、ありました、はい、なのでね、皆さんもコメント欄で、そうですね、皆さんとっとこ病治りますように、ナマステということでメールを紹介するのはここまでということで、最後に来月の調査テーマを発表します。来月の調査テーマはこちら、うわーくっ節約方法を教えてです。はい、テーマもですね、あ、すいません、放置しちゃってすみません。いや、ちょっと長弾がちょっと佐賀フロンティアで強い技でしょ、長弾わかんないって、だから隣の人はい、
も節約方法というのもですね、最近7分の22がですね CD をリリースしたり、夏にもツアーが発表されましたりっていうお知らせをすると、皆さんとてもありがたいことにいっぱいコメントしてくださるんですけど、あの報告のツイートとかに、でもいろんな方々が節約生活しなきゃ、節約しなきゃって言われるんですけど、どんな節約方法をしてるんだろうと思って、気になるので皆さんの節約術をちょっと学んでいきたいなということで、来月は皆さんの節約方法を募集します。お待ちしておりますということで、来月も皆さんからの調査結果お待ちしております。以上、エージェントリサーチでした。このまま行くんだもう2年やっても覚えません。お送りしてきました、天木サリー絶体絶命のシークレットベース、前半パートはそろそろ終了となります。ここで私からのお知らせです。デレン1 7分の22ライブツアー7虹夏祭り2023の開催が決定いたしました。現在ファンクラブ先行受付も行っていますので、今年の夏も私たちと一緒に過ごしてもらえると嬉しいです。そしてデレン4月27日に4月26日ですね、配信された天木サリーのラジオの時間サリタンスペシャルの見逃し配信が見れるのは、なんと本日この後23時59分までとなっております。ぜひ何度でもご視聴いただけますと嬉しいです。詳しくは7分の22オフィシャルサイトや公式ツイッターをチェックしてください。続いて杉田さんからお知らせお願いします。はい、珍しく告知することがあるんですね。10年ぶりぐらいに杉田智和原作、そして今回は脚本までやります、はい。まあ、前回のやつもやってたけどね今回はもう一人で全部書きます、はい、という、杉田智和原作脚本オリジナルボイスドラマ、魔境界、こちらですね、うちのチャンネルの、ね、ところとか見に来るとティザーが上がってたりとかするんで、皆さんよろしくお願いします。鋭意制作中でございますんでねすっごい正直に言うと、さっきも収録現場から来ました、ここ、はい、いい感じよ、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。続いてこの番組のスポンサーであるヤシの木さんからのお知らせです。はい、YouTube のワイパマチャンネルにて6月から新番組をスタートすることが決定いたしました。パーソナリティはなんと関智一さんと新人声優の田中光さん、番組タイトルはネオヒーロー列伝、ヒーローに関する内容にたくさん迫っていく番組とのことです。どんな内容になっていくのでしょうか。もう関さんだし大丈夫だよ気になる方はぜひチェックしてみてください。こちらは YouTube のワイパマチャンネルにて、前半は無料配信、後半はメンバーシップ限定配信されます。詳細はワイパマチャンネルの公式ツイッターをご確認ください最後に番組からのお知らせです。天木サリー絶体絶命のシークレットベース、来月は6月1日木曜日20時からの予定です。配信ページなど詳しくは番組のブロマガや公式ツイッターなどでチェックお願いします。またこの番組はメールが読まれた方の中から抽選で毎回3名様に番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。専用の投稿フォームからたくさんメールを送ってステッカーをゲットしてください。そしてこの後もミーティングは続きますが、 S ランクエージェント限定のプライベートミーティングとなります。今回のプライベートミーティングでは私の素性を杉田さんに明かすミッションと、杉田さんの思考を私が読み解く推理系のミッションを行います。最後は今私たちがチャレンジしているミッションの答え合わせも行いますので、 S ランクエージェントになってこの後もお楽しみください。課金しましょうはい、命がけの S ランクエージェントでございます。それではプライベートミーティングに切り替えるので少しの間お待ちください。S ランクエージェントの皆さんはこの後もよろしくお願いします。